2019年3月22日夕方4時過ぎです。石原果樹園石原の木です。ブドウの芽がハウス内のブドウの芽がですね伸びてきまして、今芽かきをしているところです。まあ、芽かきはですね、こうブドウってこうたくさん芽が出るんですけど、これ全部伸ばしてしまうと枝の数とか房の数が多すぎてですね、栄養が分散してしまうので、まあ一結果母子に1本こうやって芽を残していくんですけど、まあここに誘引線がありまして、後からブドウの枝が伸びてここに引っ張って誘引していくんですが、まあ、その誘引線、誘引しやすそうな枝を残すのと、あとちゃんとこうやってブドウの実が、綺麗なブドウの実がついているかも見て伸ばすのと、まあ、誘引線に向いている方の枝を伸ばすことで、来年、再来年にこう剪定しやすいというのもあるんで、ちゃんと実がついているので、いろいろとイエスの判断しながらですねやっていきます。例えばこの枝とこの枝はですね、こっちの方が誘引線に角度的にいいんですけど、こっちの方がブドウの実がしっかり、右側の方がしっかりしているので、今年のことを思えば右側を残すけども、来年以降のことを思えば左側を残すというところで、どっちを選ぶかなですね。まあ、こっちを残してしまうと、ここから剪定するので枝が誘引線に向かなくなるので、再来年以降のことも考えて、周りの房の数もバランスを考えて、一枝に一本枝は残しますが、実は果樹の房はですねそんなになくていいので、まあ、そこも考えながらやりますね。今を取るのか来年以降を取るのかとか考えながらやっていきます。今はこんだけブドウの実が小さいですけど、大きくなってくるとかなり場所を取るので、ブドウがたくさん肩とブドウがお互い当たるぐらいではですね差が多すぎるので、まあどちらかというと来年、再来年のことを考えて、いい位置の芽を残していった方がいいかなと思っています。まあ、ケースバイケースですね。はい、まあ、ブドウの仕事もそうなんですけど、まあ、イエス・ノーを判断していくことが多いので、まあ、決断力が常に必要ですね。まあ、そういった決断力とか長年の経験とかっていうのがですね、失敗しながらやっていかないと身につかないので、まあ農業やろうと迷いながら他の仕事をされている方って結構たくさんいらっしゃると思うんですよね。僕の周りもそうなんですけど、本当にやりたい仕事だったらもう早めにやった方がいいと思いますね。はい、やっぱり好きな仕事をに時間を割く方がいいので、まあ、できるだけ農業したい若者とかいらっしゃったら早く挑戦した方がいいと僕は思います。こっち側が今剪定した芽かきした
通りですね。でこっちがまだしてない通りで、まあこの枝に比べてこっちの枝の方が大きいです。で大体こうブドウ、まあ他品種によっても違うんですけど、1関節、2関節、3関節、4関節、5関節、4、5、3、4、5あたりの関節に房が起こることが多いんですけど、まあ、できれば5関節目よりも3か4を残した方がいいと思います。でその毎年剪定もうまくできていたり木の状態がいいとですね、できるだけいい同じような枝が出てくれるんですね。まあバラバラ大きな長い枝だったり短い枝だったりせずに、できるだけ同じ長さの枝が出てくれる状態にした方が、まあ木の状態もいいということですし、これからジベリン処理とかをですね何度もするのはそれが結構手間なので、できるだけ時間との戦いないんで、枝は同じく長さで伸びている方が理想的ですね。まあ、僕なんかまだまだで、岡山県はたくさん素晴らしいぶどう作りの先輩がいらっしゃるんですけど、皆さん丁寧に教えてくださって、やっぱり同じものをできるだけ作るのがプロなんだとおっしゃいますし、そうだと思います。やっぱそういう方は一つ一つの仕事が丁寧ですし時間をかけてされているので、僕もまあぶどう狩りとかやってますけども食べ放題にもしてないですし、やっぱりできるだけいい贈答のようなぶどうですね、ぶどう狩りしていただきたいなとも思っていますし、まあこうやって YouTube とか動画流しているのも、まあぶどうっていうのも何十という仕事の積み重ねでやっと商品になるので、細かい仕事もお伝えしていければ、またブドウとか農業とかに対してですね、少しでも愛情が広がればいいかなと思ってますし、ただこう最近はまあ食事する時もですね、まあタブレットで商品を注文して支払う時もなんか自動のレジだったりするので、まああいうのを、まあ、僕もたまに行くんですけど、なんかこういうことで少しずつ食事とかありがたみとか苦労とか離れていくんだなぁと感じるので、まあ、食べ物のありがたみとか感謝とかっていうアナログなところがすごく大切で、そこは人間だと思うので、やっぱりそういうただこうお金になればいいとか、食べればいいというだけではやっぱり作ってる方としても意外もないですし、お客さんに喜んでいただく分にはこちらがそれなりの考えを持っていかないと失礼なので、まあ、そういうこともあってこうやって動画を撮ったりもしてます。まあ、ホームページを使ってお客さんに来ていただいて、もうやっぱり石原果樹園のホームページでいろいろとページ数が
多いんですけど、まあそれもわざとこうドライにならないように、できるだけ自分の情報をオープンにして、僕がまあもし果物狩りとか行くんだったら、そのどういう農場なのかっていうのをよく知っていきたいと思うので、まあその辺も大切にしているところではあります。ただお客さん来てもらえばいいと、ただ果物が売れてればいいなと思うんじゃなくて、そのできるだけお客さんもわざわざうちを選んでくださるっていうことはすごく考えがあってのことなので、まあ、そこにも応えていきたいなと思っています。なんて言っちゃうとね、重々しくなるんですけど、それでは西原果樹園からお届けしました。2019年度平成最後のシーズンで、昨日はイチローが引退しましてですね、まあ僕アメリカ農場研修生で、僕たち海外農業研修生は、まあ、最初にアメリカに行くときはですね、シアトルの空港に到着してワシントン州の大学で勉強するんで、まあ僕たちにはもうワシントントン州、シアトルマリナーズというのはすごく大きな存在で、まあ、イチローがずっと頑張ってくれたおかげで、アメリカに住んでる日系の皆さんやたくさんの方々、特にまあに西海岸にはですね、日本人の方多いので、すごくイチローが引退したことは寂しいですが、もっと彼の活躍があって、僕たちもなんかマリナーズグッズとかですね買ったり、僕が研修生の時は、まあ、僕学年でイチローの1個下なんで、僕が研修生の時はまだイチローはアメリカに来てなくて、シアトルマリナーズのキングドームで、あのケン・グリフィー・ジュニアとかですね、ランディ・ジョンソンが、ショートにはアレックス・ドリゲスがいて、すごいメンバーだったですけど、その試合も何回か見に行って、もうシアトルマリナーズ大好きなんで、イチローが長年頑張ってくれて本当にありがとうございますという感じですね。もう僕たちも今、僕も44歳で、イチロー45歳で、僕たちは松井秀喜世代で、イチローが1個学年上なんですけど、すごく僕たちの世代のヒーローなんで、スーパーヒーローなんでね、これからもイチローと同じ時代を生きてきたことに感謝しつつ、また僕たちもね、農業でいろいろ見せていけたらいいなと思っています。ちょっと話が長くなりましたがそれでは石原果樹園からお届けしました。また今シーズンも皆様にお会いできるのを楽しみにしています。日々の積み重ねでブドウもう一日気を抜ければ、そのシーズンが終わってしまったりもするので、大切に過ごしていきたいなと思っています。